ギャロッピング現象とは、送電線に雪や氷が付着した状態で強風が吹き寄せたとき、送電線が上下に激しく振動する現象のことである。着雪、着氷と風による送電線の事例振動現象と考えられる。上下方向の他に水平方向とねじれ振動を伴う。 通常の強風では起こり得ないような大幅な振動が継続するので送電線同士が接触するコンブレによる短絡による送電設備の破損や停電などが発生することがある。また送電線の張力変動により外視や鉄塔の疲労障害の要因となる可能性が指摘されている。ギャロッピング現象防止策として取り付けられているアイマスペーサ送電線は普通。 断面が円形で、立体的に見ると、長い筒状になっている。しかし、ギャロッピング現象の場合は、送電線の風上側にだけ、雪や氷が付着することで、断面が超円形や三角形に近い形、立体的に見ると、筒の横に翼がくっついたような形状になる。これにより、同じような強風の条件下でも、校舎は、 大きな揚力を受けるため上下に大きく振動するようになる。揚力により上下の振動が起こりやすくなると重力の制約を受けた左右の振動と合わさって幅の大きな激しい振動を起こす。このため送電線同士が異常接近したり接触したりしてショートする。これは低圧の細い送電線だけではなく高圧の太く重い送電線でも起こり、 電力網の系統送電線で起こった場合は、社会的に大きな影響を与える。発生に適した風向、風速が研究により判明している。また、着雪が起こりやすい条件として、水の融点に近い冷摂氏2度くらいという研究結果がある。また、これに近い温度で、雨氷や樹氷などの着氷も発生する。ショートの防止策として、通常のスペースを ルーズスペーサや相関スペーサに変えて異常接近を防ぐことなどが挙げられる。発生に適した条件はそう多くはなく、発生例もあまり多くない。近年では2005年12月22日から23日に発生した新潟大停電で報告されているほか、2015年3月2日に発生した長野県での大規模停電もギャロッピング。 現象によるショートが原因だと考えられている。なお、新潟大停電では塩分を含んだ雪が付着したことで外資の絶縁性が低下したことも送電障害の原因とされている。ありがとうございます。